music， 噔噔噔噔，嘚嘚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 这怎么了？怎么了？想要那个追？漂亮！那个你换我了？那你换我的心了，妹啊！扇子。好酷啊！蛮轻轻的，好温柔的。为什么这么台客？今天要那个跳这个三千舞？对啊，我知道更适合的舞哎。我可以给你看吗？好，你表演一下。一二三四，哒哒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 不错哎，不错哈。对啊，对，就这样是台客嘛。而且日本人台客舞哟，这样不错哦。那今天为什么我们穿这样子的衣服呢？为什么？是其实跟今天的主题有关系的。对，今天的主题就是台日友好美食交流。2023年にですね、我々富山県にですね、青山宮と一緒にこう日台の交流に行ったの皆さん覚えていますか？你那时候不是就那个车林吗？没错，当时就已经有表演。为什么当时你在那边做扯铃呢？因为其实扯铃呢是台湾非常经典的铜腕，然后它具有非常高的技术性以及表演性，所以呢，就之前拿过好几次的台湾冠军之后呢，我就想说有机会一定要把它带到国外跟大家分享。那今天你可以表演一下吗？可是我今天穿这样子，而且我也没带啊，不太方便吧？没关系，我们今天有带了，我帮你带了。Joyce さん、ご安心ください。準備しときましたよ。喂，厉害哦！哇，厉害哦！哇哇，很厉害耶！我可以丢吗？不行不行，不行！さすがジョイスさん、かっこいいですね。今天呢，我们来到这边是美食展，可以吃很多东西。对，而且听说呢，现在台湾的总统赖总统来到现场，这么厉害。对，我们要不要赶快去看那个记者会？好，总统，总统，总统。ということで。ステージで行われている台湾現総統賴清德総統のスピーチを聞きに行きましょう。会場には多くのお客さんも来ていますね。台湾真的是得天独厚，因为国际社会也都公开肯认台湾是美食的天堂。那台湾的美食有国际的哈，那也有在地的美食。最近我看到日本的一个节目，在行销台湾什么美食，夜市美食。大肠包小肠，他认为这是台湾人喜爱的美食，日本人也会喜爱。我看了之后呢，很感动，也很感谢日本。こうしてグルメを通して台湾、日本、そして世界各国とつながれるイベントはとても貴重ですよね。何よりもたくさんの美味しいものが食べられちゃうんですから幸せですよね。さあここで賴清德総統日本グルメエリアにいらっしゃって記念撮影をされます。待って、たかし、ジョイスさん、なんで総統の後ろにいるんですか？重役の方だけの写真撮影ですよ。勝手に紛れ込まないでください。総統の写真撮影が終わったところで、ここからはいよいよお待ちかねの日本食をいただきましょう。
まずはじめにいただくのはみんな大好きな広島焼きですよ。美味しそう。听说啊，这边有一位就叫关岛烧的 Prince， 哎、啊，王子吗？王子啊，帅哥。哇，帅哥！你看是谁？哪一位？你选不出来。我钱都要呢。好、哦，你好，啊，こんにちは。いらっしゃいませ。欢迎来到台湾呢、啊。是是没错的是。これ広島焼きはい、そうです。はい、広島焼きと大阪焼きの違い。はい、はい、大阪のこの焼きはあの、ま、混ぜ焼きって、ま、混ぜて、うん、こう食べるんですけど、はい、広島のこの焼きこちら見えますかね、あのこうやって全部重ねて。这样子层，这么多层，对，就蛋糕的概念，日式千层蛋糕的感觉。对对对对对。然后最后に、はい、あのテレビの前の皆さんに、はい、一言だけいただいて。じゃあ、食べたことない台湾の皆様、ぜひ食べてください。さあ、いよいよ焼きたての広島焼きをいただきますよ。美味しいこと間違いなさそうですね。うわ、通ったね。いつも自由。很香。こんなに赶快吃了，你先吃了，ready fast嘛。哦。你有第一次吗？你看它的横切面，对啊，因为我之前都没有搞清楚大阪烧跟广岛烧，我觉得我都把它搞混了，所以应该是第一次吧？哦，有可能。广岛烧里面有面，嗯，对，就是一个特色。哦，所以大阪烧里面就没有面？没有，哎、欸。然后这个蘸料呢，就叫オタフク，不管是广岛烧、大阪烧，都会用到这个オタフク蘸料。我们日本人的口味，通用国民蘸料。哦，对，你赶快吃看看。哇，这个应该不止当点心，可以当正餐哎。对对对，其实应该关豆的人会整餐吃的人。它很丰富哎，里面还有菜啊，然后还有很多层。嗯嗯，好大好大。麻子肉末，我吃到这个会想到那个日本夏天的お祭り。我们烧起后一定吃这个味道、哦。所以真的是很日本口味的。对，我觉得这样很烧起后的味道。刚才加那么多酱，我本来想说会不会很咸，但其实不会，因为它里面还有加蔬菜，所以整个就是综合掉。对，嗯，我可以吃掉一整个。本場広島焼きをいただいたところで、続いて2人が食べるのは何なのでしょうか。え、我们吃的关岛烧呢，下一个要来冲绳呢。哎呀，说到冲绳，你会想到什么？他们连 Seven 里面都摆那个风狮爷，还有潜水蓝洞，对对对对，还有那个什么美丽水族馆吗？哦，我有去看那个金沙。啊，对，那个是很有名那边的。接下来要来吃的是石原市的石原牛。你有听过吗？牛肉那么便宜，十元？不是，也太不是十元了啦。原来你自己讲的。你看汉字，你还看不懂中文哦。十元呢？哦，我想说你发音不标准呢。我怎么讲？哎，十元ではなく沖縄の地名でもある石垣島の石垣牛を早速いただきましょう。わあ、とっても美味しそうですね。羨ましい。好吃吗？好甜哦，很好吃，太好了，真的，对对对对，嗯，很多汁，我看，嗯，为什么石原牛会好吃呢？是因为我们比一般和牛的油酸酯的指数多达就是5-10%，所以是在50-60%之间，所以酶酪反应会比较好一点，嗯，所以这会比一般的和牛们都还的还要新鲜，跟你的油脂素更有口感，嗯，然后再来，我们也是所谓宫崎牛跟飞头牛的祖先，他们这边也是从我们这边配种出来，所以我们是四大和牛的原始种之一。祖先，祖先，我觉得一口咬就会有那个甜一点的牛肉味嘛，然后慢慢会有一个那个油味，然后后来会有这个盐巴的那个鲜味，是，就搭配起来就很棒。没错，也如果要吃的话，是看看这个石原牛肉哦。真的要吃，真的吃好吃的。広島焼きに石垣牛を食べたお二人、まだまだ食べ足りないようで、続いては甘いものを求めて会場を歩いていると、何やらお餅を焼いているブースを発見。こちらでは何を売っているのでしょう。就一次哈，吃一碗咸的，要不要吃甜的？一定要的。对呀、啊，哦，你会日文的，越来越厉害哦。Hello， 你好，你好，你好。我们今天要来吃这个。我知道，安安安，哦，とても大好き。哦，厉害啊！我要吃铜锣烧。对，他刚刚那个开录之前一直练这首歌。喂，厉害！我不能再唱了，因为唱得太好了，版权限定。对对对对，危险危险危险！对对对，这个话我们是用来自日本低温制法的麻薯做成的果子。对。可是台湾不是也有麻薯吗？有，可是我们日本的话是用低温制法，吃起来更甘甜，吃得出米的甘甜味。
さあこちらでは桜餅とお餅入りのどら焼きをいただきましょう。どれもとっても美味しそうですね。哎，要吃东西之前不是要讲一句日文吗？对对对对。いただきます。哦，是这样。很厉害，对啊。いただきます。哇，很大口呢，看起来好好吃哦。而且刚刚有听到那个沙沙沙的声音呢。哎，它的那个马吉外面是脆的，而且不会粘牙哎。嗯。对哈，那我也いただきます。哦，很香，就这样摇摇一过之前，已经有那个这个叶子的香气。就是你有吃过樱花叶子吗？樱花叶哪有什么味道？是那个温温罐。哦。很香嘛，有一个甜味。真的真的真的。ここでジョイスさん、桜餅についている塩漬けの桜の葉を食べてみることに、そのお味はいかに？很咸的哎。对，很咸咸甜甜一点，然后因为它有红豆泥。红豆泥？嗯，红豆泥。红豆泥，它的红豆泥也很好吃哎。嗯，很好喝。因为它感觉把它打得很绵，然后你里面可以吃到一点点的红豆颗粒，不过呢，整个感觉又很浓郁的感觉，它的红豆泥很好吃。好像我真的是来到这里，好像真的来到日本的感觉。本場日本の味が楽しめるグルメイベント、皆さんもぜひ機会が合えば行ってみてくださいね。日本に行った気持ちになれますよ。それではここでイベントの主催者でもある戸谷社長にお話を伺ってみましょう。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、社長さんでございます。よろしくお願いします。大家好。およ。中国語がちょっとおできになるの。ありがとうございます。继续继续继续。はい。まず最初にお伺いしたいのはですね、はい、こちらのイベント毎年こう行われていると思うんですけれども、はい、こうどういった思いでこちらで行われているのかっていうのを伺いたいと。まあ、日本と台湾はね、非常に友好関係でもありますし、親、はい、日でもあるということで、やっぱり、日本と台湾の架け橋になりたい。まあ、これが我々のミッションであります。でなおかつ台湾も美味しい、また日本も美味しいので。双方で美味しいものを、ね、競争し合いたい、なんかそんな環境を、ね、はい、作れたらいいなと思っています。いいですね。日本の本当にもう、なんていうんですか、日本語でローカルのちゃんと味がして、すごいなんか懐かしい思いになりました。そうですね、はい、やっぱ台湾の人もね、結構日本に来るんですが、まずは日本の地方はね、たくさん美味しいものがあるので、そうですね、まあ、そこをね、ぜひここで紹介したい、そういう思いであります。ここで全て食べれちゃうので、じゃあちょっと最後にですね、ぜひよろしければ今後の目標と、はい、テレビの皆さんに一言よろしくお願いします。はい、大家好。中道路。日本と台湾友好関係であります。ますます発展してですね、お互いをよく知って、そして経済と観光をもっともっと大きくしていきたい、それが我々のミッションで役割だと思ってます。わかりました。どうもありがとうございました。はい、ここでせっかくなのでジョイスさんから美味しいの台湾語を戸谷社長に伝授することに。戸谷社長、頑張ってください。美味しいの台語、喝酱。喝酱。And with a lot of confidence, 喝酱。3、2、1、喝酱。はい、ありがとうございます。Yay, thank you。粉丝们，看的还喜欢吗？如果你喜欢的话，请记得订阅国新卫视 YouTube 频道，并开启小铃铛哦。